国連安全保障理事会で、日本時間の16、未明、北朝鮮問題を話し合う閣僚級会合、開かれました。議長として出席した河野、務大臣は、平和的な解決を拒否している。は北朝鮮だとして、国際社会が一致して、核武装した北朝鮮を受け入れないとい、明確なメッセージを発しようと呼びかけした。国連安全保障理事会は、日本、間の16日午前0時過ぎから、核、ミサ、ル開発を加速させる北朝鮮への対応を強化するため閣僚級会合を開き、日本からは、野外務大臣が議長として出席しました。河野大臣は、会合の開会を宣言した、国連のグテーレス事務総長に続いて初、北朝鮮が先月にも弾道ミサイルを発ったことについて、北朝鮮には、核、ミ、イル開発を放棄する考えも、意味のある、話に戻る用意もないことが一層明らかに、だ、日本は平和的な問題解決が望ましい、と考えているが、かたくなに拒否してい、のは北朝鮮だと指摘しました。そ、て、制裁は、北朝鮮に政策の変更しか道、な、ことを理解させるための手段だとし、安保理はかつてない強力な制裁措置。おこなに困難を抱える国を支援すると表明し、北朝鮮への人、物、金の流れを止めるため、北朝鮮との外交を控えるなど、らなる措置を取るよう求めました。呼びかけました。北朝鮮への圧力再加、要請。河野外務大臣は、国連安保理、議、として、閣僚級会合の締めくくりに、法理決議に違反している北朝鮮の意図。議決議の完全な履行と、共に朝鮮半島の核化を実現するため、北朝鮮への圧力を代化することを要請する考えを示しまし、また、日本が今月で非常任理事国。